久保さん、今回のテーマは、選択の自由を手に入れるためには、一つを選択しろと。選択の自由を手に入れるためには、選択は一つにしろと。はい。これですね。まあ、あの、やっぱね、僕もあの、BM 買って乗って、よかったですね。だこれが選択できたっていう。 だからまあ、もちろんいろいろな車を考慮していろいろ考えて、いや、日本車、いや日本車でも別にいいかな、みたいな思ったんですけど、いや、まあ、人生一度きりだし、まあ、外車。まあ、外車ってあんま僕好きじゃないんですけど、あの、なんか、日本車の方がなんか、日本人みたいな感じなんですけど、ただ、まあ、外車も実際あると。うん。じゃあ、 とりあえず乗ってみようと。まあ沖縄でレンタカーで乗ってたんっていうのもあるんですけどね。良かったっていうのもあるんですけど。で、あの、実際自分のものを所有して思ったのが、良かった。や、これで良かったなっていうのは、これ多分、その多分久保さんもあると思いますけど、ないと2000、その、乗ってないじゃないですか。ほとんどね。でも乗ってないけど、でも乗った時の得られる感情なんですよね。多分これが何よりも、 醍醐味というか、これが多分ナイト2000だったら得られないんですよ。同じ、例えば同じ価格帯の、例えば久保さんが別のベンツ。まあ、ベンツの方がナイトより安いかもしれないですけど、ベンツに乗った感覚より多分ナイト2000に乗った時の、はあみたいな。すべてが物語としてね。ちっちゃい頃のナイト2000見てた物語とかすべてが蘇ってすべてが、わあみたいになるじゃないですか。な、この感情なんですよ。 だからあの、所有する喜び、楽しさとか、体験する喜びか、なんだろうな、それっていうのは、やっぱその、うん、選択の自由ですよね。うん、ナイト2000の選択できる自由。でも、これ、お金がなかったら、ナイト1000は、ナイト2000か、それを選択できないですよ。そもそも。 多分、久保さんの昔のマージャン店でナイト2000は買えないですよね、久保さん。大丈夫ですよね。さすがに。さすがに昔の状況でナイト2000は多分、久保さん選択できないと思うんで。じゃあ、なんで久保さんが選択の自由、今、車5台とかね、所有してんのか。僕もね、あの、車ね、GTR とはさ BM ですよ。なんでこの2台所有してんのかって、できるようになったのかっていうと、一つに選択したからです。その一つって何かっていうと、ネットビジネスですね。あの、コストがかからない。うん、久保さんが、 マージャン店で選択して、それ一点張りでやってたら、もう破産してましたね。もう間違いなく。だから自由を手に入れるために、自由な選択を得るために、一つに選択しろと。でもその一つの選択は誤っちゃいけないよと。でも、僕たちは億万長者合宿で何度も言ってますけど、YouTube やれとかね。とにかくネットをやるべきなんですよ。な,なぜならば、こそかかんないからです。月額費用も一切ないです。だからこれでビジネスができるっていうのは神なんですよ。 で特に情報ビジネスを僕はやれって言ってますけど、これもあらりがほぼ100%です。普通のビジネスだったらあらりね、10%、20%とかね、そんな世界ですよ。営業純利益100%ありえないですよ。でも、情報ビジネスは営業純利益100%ありえるんです。怖い、もう普通じゃないんですよ、だから。普通じゃないです。だから僕も借金ありまして2000万ぐらい返すたらもうこれが、純利が高かったからですよ、単純に。 そうだから僕はずっとこれを続けますけどね、情報発信っていう、情報発信のビジネスはずっと続けるし、あのここはブレないですね、ドアが開いても。新しいことに手を出しても、ここのセンターピンはずれないですね、絶対に。だから選択、一点張りですね。この一点の選択はずれない。で、なんでずれないかっていうと、ビジネス的に考えて、こんなビジネスはないと。初期費用もかからない、えー、ランニングコストもかからない、従業員雇わなくても、えー、ただで従業員を量産できる。 ね、久保さん。従業員雇わなくてもなんで飯食えるかっていうと、ただで従業員量産できるんですよ。自分のクローン人間を量産できるんですよ。やばないですかしかも24時間365日、その自分のクローン人間、従業員は、何も文句言わずず、っと喋り続けてくれるっていうね。だから僕100万本の動画をアップロードしようって目論んでますけど、100万人を雇用するどれだけ金かかるんですかた100万人手取り20万払ったとしても、やばい金額ですよ。 どうすか。これ100万本動画撮って自分のクローン人間作った年も0円しかも365日寝ずに休まず働いてくれる喋り続けてくれる神ですね <laughs> って思うと神なんですあとはやるかやらないかはあなた次第ですけどねいってらっしゃい